オンジャスどうも、サオでございます。皆さん突然ですが、ワザップって知ってますよね？まあポケモン界では一世を風靡した、ワザップジョルノみたいなものをね、生み出してね、話題になりましたが、最近ワザップ見てますか？今回はワザップのちょっとヤバいポケモンの投稿を見ながら突っ込んでいきたいと思います。ちなみに結論から言うと、めちゃめちゃ荒れてます。ドーン！というわけで、まあ広告も荒れてるんですけど、まず、まあ持ってる人がね、6人しかいないですね。で、タグもすごいっす。今日はね、まあ試せるものは試していこうかなと思います。そう。なんか紹介しつつ試していこうかなと思います。で、キーワードやべえな。例のあれ、ジョルの黄金のガセ、ジョルノ・ジョバーナ、ジョジョの奇妙な冒険、黄金のガセ、情弱パッションね、なんてこった風子、食わしてやりたいんですが、こいつにスパゲティをかまえ。こんなんさ、ジョジョ知らない人わかんないと思うけどさ、これ結構やばいからね。おのおの検証っていうのも面白いけど、ね、はい、というわけで見ていきます。まずはこれテンプレなんですけど、まあ、色違い雑誌案入手方法っていうことで、まあ、とりあえずボックスにポケモンがいない状態にするみたいな感じで、だいたいこれでしょ。レポートを書き、データを消して最初から始める。次に主人公の名前をジョルノにするっていうね。これあんま面白くないんですけど、まあ、これこういう投稿がね、もうだいたいもうすごいよ。で、何言ってっか分かんない。で、コメント欄では、あなたを詐欺罪と器物損壊罪で訴えます。理由はもちろんお分かりですね。あなたが皆をこんな裏技で騙し、セーブデータを破壊したからです。覚悟の準備をしておいてください。近いうちに訴えますって、いつものやつね、書いてあるんですけど、はい。2個目、バージョンが違くても伝説を捕まえられる。今回紹介するのはバージョンが違う伝説のポケモンを捕まえる方法です。簡単に言いますと、ソードでもザマゼンタ、シールドでもザシアンを手に入れられるということです。まずはザシアンをボックスの左上に置いてください。手持ちではないので気をつけてください。手持ちは殿堂入りした時と同じ2にしてください。そしたらまどろみの森の奥の鐘のところで、ソードの場合は105回、シールドの場合は176回口笛を鳴らしてください。そしたら突然主人公の周りが光り出し、ザシアンが現れ、ザマゼンタを呼びます。マジ？やった、マジかよこれ。やるか。はい、手持ち一緒にした。もうね、めんどくさい。はい、で、まどろみの森の鐘、で、何？なんかめっちゃ笛吹けって、あ、なんかザマゼンタを、そう、左にしとけみたいな。ザマゼンタをボックスの左端に置いて、鐘のところって言ってたけど、これ鐘じゃないけどね、別に。で、ソードは106回、105回、シールドの場合は176回。なんでシールドの方がちょっと面倒いので腹立つんだけど。主人公が突然光り出すんだぜ。見たいでしょ。行くぜ！風強そうと。2、ちょっと待って。3、4。170、171、172、173、174、175、176。お、マジ？時間返せ。はい、続きまして、色違いの猿のりゲット。マジで？まずはじめにボックス1の一番左上にジョルノ・ジョバーナがいないことを確認する。いるならでさ、一応左上にジョルノ・ジョバーナいるかどうかだけ確認しておくか。あ、いたわ。これ映さなきゃいけないってことか。ちょっとめんどくさいからやめます。次、マリを捕まえる裏技。皆さんマリ欲しいですよね。特別に教えます。スパイクタウンのポケモンセンターに行く。ポケモンを回復させてから、ショップでピッピ人形をお金がなくなるまで購入。そしたら次は手持ちの一番上にいるポケモンの名前をトレーナーの名前に変える。そのポケモンをマジカル交換で送る。なるほど、これできそうだ。やるか。マリゲットしたいからね。あ、ポケモンを回復させてから。マリいるやん、あれゲットすればいいやん、もう口説いて。で、ポケモン回復させてから、はい、もう早くして。はい、いや、でもマリ欲しいからな、言うて。だって好き放題にできるってことでしょ。ね、買い物。ピッピ人形、あ、売ってんだ。お、マジで、マジで、
めっちゃもう、うわ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 、マジかよ。おい、マジマジで、マジで。うわ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 、こう、うわー。マジわあ。370個ピッピ人形をゲットした。こいつは何から逃げたいんだ、現実からか。手持ちの一番上にいるポケモンの名前をトレーナーの名前に変える。かわいそうに俺の名前に変えられてしまう。うが、バッテリーさんもやる気なくなってるじゃないですか。はい、竿に変えました。で、そのポケモンマジカル、マジでこれ旅に使ったうなんですけど、さあマリー来てるかな。こう自分の名前さらしてるっていう恥ずかしいあれだよね。ここマリーよ。お前を捕まえる方法、刑務所に行け。その通りですね。解析で見つかった来年の映画の配信ポケモン、モコトリア。これ先生だな、絶対。まず、ボックス後のポケモンを左上からニックネームでサルマンダラティオメガヤンマー。Z 技とメガ進化を使えるようになる。この裏技にはストーリーのネタバレあります。見ないでください。はい、じゃあ見ません。ポケモンセンターに行く方法、これ気になりますね。ついにポケモンセンターに行く方法が判明しました。マジで。やり方も簡単です。嘘でなく本当です。僕もつい1分前までは知りませんでした。まずレポートを書いてからデータを消す。次にニックネームを悟空で始めます。この時必ず先祖を食べること。食べないとフリーザが来てガラル地方が支配されます。次にピッコロと一緒にリザードンポーズをします。サムライとマジンブーガーセルとチャンピオンダンデを連れ去ってしまいます。いや普通に行けますが。Google で面白いゲームをする方法、関係なくなっちゃったね。スマホを機内モードにしてください。 Google を開き何でもいいので検索します。すると雲のキャラクターの絵が出てくるのでタップします。するとじゃねえよ。はーい、楽しい。ういよいしょよいしょ。ああ。秘宝アイテム無限増殖バグ、マジで。アイテム無限増殖バグ、火炎玉や毒毒玉が増やせる。簡単です。まずはじめにメタモンのレイドを出します。この時メタモンの特性が変わり者である必要があります。変わり者じゃなくてもできるかもしれませんが、僕は変わり者の時しかやったことないので分かりません。ちゃんと検証しろ。ここで注意ですが、ホストの人はレイドに出すポケモンの特性を物拾いのジグザグマにしてください。大変そうだな。ちょっとやってみるか。マジメタモンのレイド出すの超大変だからさ。でもこの漢字の書き方、僕は多分マジだと思います。俺はマジだと信じてこの裏技を試す。セーブデータも消さないしね。はい、でメタモンのレイド出たんで、ジグザグマに変身したメタモンがジグザグマの持っていたアイテムを拾ってきます。でメタモンを捕まえると。はい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 。でレイドが終わって無事にメタモンを捕まえられたら、メニュー画面を開いて手持ちのボックスを確認してください。捕まえたメタモンがアイテムを、他人のポケモンを捕まえる方法、友達がトイレに行ってる間に勝手に丸々するだけ。しっていたり台で時間が長くかかると成功しやすいです。ショーだと間に合わない可能性が高いです。何を言ってんの。でこれコメントもやばい、ね。お前に一言言わせてもらおう。ロケット団に入団しなさい。うんこうんこうんつちゅんちっちつ。このサイトを見る方法を教えてください。このサイトを見るとこのサイトを見れますよ。異次元かここは。リストラポケモン不正入国バグ、プレミアム版ポケモンホーム、連れて行きたいポケモンが入ってるポケモンホーム、手順1ポケモンホームを開き剣盾のボックスで消失バグ。ああまあ消滅バグね、あったね。1個分のでボックスが全部消えるみたいな。で連れて行きたいポケモンがいるポケモンホームのボックスで消滅バグを使用する。するとなぜかポケモンホーム側にボックスに消滅バグを利用した剣盾のボックスが出てくる。そこに連れて行きたいポケモンが入っていたらセーブする。ちょ何言ってるか分かんねえな。剣盾を開いてそのポケモンがいたら成功。連れてきたポケモンはアイコンがモンスターボールになってしまう。グラフィックがピカチュウになる。技思い出しを使うと新規習得技が見れる。そうこれガチっす。
これね、ガチなんですよね。卵を産めないけど受け取れるが消滅する、だって。まあ、これ検索してくると、あ、これ検索してみると結構出ますよ。これね、できるんですけど、まあ、できたんですけど、この前の前ぐらいのアップデートで修正されてできなくなりましたっていうバグです、これ。まあ、ガチなやつも投稿してる人はいるんですね。まあ、剣盾の投稿でね、まあ、今紹介したのが5、6個だと思うんですけど、まあ、大体100ぐらいあるんですよ、投稿が。で、ガチだったの何個だと思いますか ?1 個です。まあ、僕も訴えます。最高裁で会いましょう。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。このね、エンディング20秒ですからね、20秒で何か言いたいことあれば言っていこうかなって今後思ってるんですけれども、まあ、今度ね、最近ね、直近で言うと、あ、やばいやばい、引っ越しがね、なんか延期